そのバランスの方法は右の方が上がっているというのは右の方のラインの位置、これをまず山の下側から山から降下の時に手はこの手に対してこういう形でここでこう当たるときに これをこう入れていく時に目尻のこのカバーですね、これが釣り目の人も釣れないし色があるんです。だからこの目尻のカーブに対してやや平行ぐらいからちょっと上に入れるのに、まあまあ平行で考えてください。そこがありますね、山からこうなって眉山から眉に向かう方向と眉山から眉頭に向かう方向の作業のスタートです。これはリハビリの作業としては普通に書く作業とか眉すごくほら飛びついてる認知症予防にもなりますよはい、だってこれあのメイクの健康法でも結構話しますから、メイクの健康法です。でこれがメイクの健康法で貼りつつ綺麗にバランスが取れます。はい、これやると大概皆さん前の下で一緒になるからどっちかが必ず最初に1回一緒に頑張るで、しかも右へ右が取れないで、右が得意なら右へ、ここは左へ行ったらどうも今日はありがとうございました。違ってくるぞ。すいません。
はい、いい感じで、はい、険しいグーを目指したいと思います。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。眉悩んできました。どうでしょう。いいですか。ぜひまたいろいろな花みたいなのでよろしくお願いします。